はい、ファスモフォビアをねまたやっていこうと思いますけども、まあランダム混じりで大中マップ交えていってもいいんですが、ちょっと小マップに比べて、まあ、小マップだったらね何回でもいけるんですけど、なんかこの辺引いちゃうともうその1回でもう今日いいかなってなってしまうというのと、まあ、ここまでいくつか練習動画上げてきた中で、全部回るよっていうのもやったんですけど、その時よりまたねだいぶ調査磨かれてきてるんじゃないかなっていうことで、改めてこのショーマップ、7つですか、サニーメドズレストリクテッドを除いたショーマップ7つを連続でいくっていうのを今回は改めてやっていきたいかなと。難易度は、まあ、いつも通りインサニティの呪いのアイテムありで、アイテムはすべてティア3になってます。レベル92になったので、浄化庫スマッチだけ、ティア2、温度計は、まあ、好みでティア1にしております。ではタングルットから行きましょう。全特定しっかりやっていきたい。あとはなるべくスピーディーに無駄のない調査をしていきたいですね。浄化口、浄化口、モーションセンサー、楽勝ですね。まあ、取れそうなところではパーフェクトも取っていきたいです。あ、左からザーって聞こえたな。なんか動いた音がした。ガレージ、じゃあ左見ますか。 あと呪いのアイテム確認。ウィジャーと魔法陣はなし。こっち見てなかったな。ブーデなし、サルなし、骨ありだね。あ、鏡だ。隠れれない。先ほどザーって音がしたんですけど、この辺だと思います。バスルーム下がってますね。バスルームでいいんじゃないかな。これ豪雨だよな。雨が強い。ライター、ライティングと、あ、違う、ライティングじゃねえわ。あ、ライター持ったか。あ、十字架だ。ライター、十字架、カメラ、ビデオカメラね。まずオーブン見ます。オーブンは飛んでないかな。なさそう。一消し、カランカラン。一旦置きますか。カランカランはどこでしたのかな。あ、ここになんか飛ばしてますか。本と、まあ、スマッチとスピブじゃないや、 EMF かな。まあ、この辺はね順番はどうでも。ピボ、紫外線、ドッツね。火消してないっすね。一回ドッツやります。あ、ドッツじゃねえや。これやりますか。うん。
隣ってわけでもない。部屋合ってんのかな。合ってるな。ただ多分外出しがちかな、おそらく。塩を持ってきますか。モーションセンサーがいるか。荷消ししてますね。もしかして塩踏んでないかもしれん。これ消したら3消し。この周辺にいると思いますけど、塩全然踏まないっすね。あ、踏んだか。紫外線あんな、これ。やはりある。取れてんのかな、これ。足跡。もう一個。紫外線か。紫外線ってあんま好きじゃないんですよね。なんでかっていうと、ポルターガイスト苦手なね。ポルターガイストがいるから。うん、一旦これで揃った。これはないです。ミミックはありえますね。オーブ確認しましょうか。まあ、ないかな。多分ないです。よし。ほんじゃあ、バンシージェック。一旦整理しましょう。この中で、ハントゥーは足音で分かる。ミミクなし。マイリングはマイリングチェックが必要か。これ一応持ってこう。必要なもんはもう運んじゃおう。マイリングチェックも、同じくここでやりましょう。一旦ここでバンシーを2分ぐらい見ますかね。うるせえ。ねえ、ノーマルな音。まあ来ないかな。バンシー来るのはかなり高頻度にくっついてくるイメージがあるんで、多分ね、来るとしたらすぐこれが反応するんですけど、怪獣っているけ？いないか。
ハントで見るのは、点滅、ファントム点滅、ジン加速、フォルターモノトビー、マイリングは足音距離、バキギツネの点滅ですね。アンシーはなしでいいでしょう。じゃあ、ポルターロード。ちょっとこのうるさいね。お前、ぶっちゃけこの豪雨だとね、マイリングのチェックにかなり支障が出るんですよね。ここでポルター確認して、ガッチャしたけど、バケギツネの印見れたりするかな。まあ、5本指ハント見ますか。まあ、そんなに怖いゴーストいないんで、一回で見れるだけ見ましょう。十字架外さないとだ。十字架ないもんね。あ、燃えたわ。マイリングチェック後で、せっかくポルター作ったから、モノトビと点滅先に見よう。で、やはりバンシーはなさそうだ。加速と物飛びと点滅、ここで見ます。あ、ハントゥないよ、紫外線だからね。ハントゥは氷点下固定なんで。さすがに反応しない。え、なんで反応しないの。ふざけんなよ。さすがに反応するだろ。なんで反応してんの。あー、ポールっぽいな。ポールですね、これは。飛ばし方はポルだろ。うん、ポルポル、スナッチ当てました。めちゃめちゃ飛んでたね。ポルターでいいでしょう。
家の外まで写真立てが飛んでいる。3つやった。骨も拾った。ポルターガイスト。一発目としては順調だったんじゃないでしょうか。ポルターガイストね。 OK。 13分半。特殊能力は使ってない。オッケー。じゃあエッジフィールド行きましょう。ここね、本当に苦手。2回に1回ぐらいはね、負けますね、ここは。死ぬか特定ミスか。モーションセンサー浄化庫 EMF。なんとかここを安定させたいよね。どうやったら安定するんだろう。お、ロッカーいいね。ここでハント回避して特定する系のゴースト引くとマジできつい。1階の廊下とかがゴーストルームになっても結構きつい。うわ、それだな、今回これ。下がってる。あ、でも止まるな。ここ下がるか。キッチンかな？キッチンがルームっぽいかな。ウィシャ版がいいよ。ガチャガチャじゃないの。あ、一回か。うん、これでもう、パーフェクトはなくなってしまいましたが。まあ、しょうがないね。幽霊を特定するためだから。これと、これと、これか。呪いのアイテムなんだろうな。ルームここで合ってる？微妙。でもまあここではないか。トイレか？いや、違うな。うん、やっぱりここだね。もう一回。まあ、オーブはない。で、今、消した直後なんで、多分ルームにいたと思う。今荷消しですね。物を持ってきた後3消し目をやってもらって音量チェックしよう。まあ微妙なとこですけど、まあここだろう。
もう一個いるか。いや、いらないかもしれないが。一応こっちにも置いておきたいかな。中にいる。スピリットボックスだ。足を踏んでねえな。レイスかもしんないね。ドッツはうるさいんで、切りますか。スピボー、モーロイでよへん、ミミックはまあないでしょう。足を踏んだな。レイスなし。本当に、ミミックないかな。まあ、ないでしょう。レイスなし。ミミックなし。スピ、またポールいるな、ポール。スピポール、メア。メアもいんのか。ちょっとポールは、物飛び見たいけどな。ポップコーンしないかな。これでまあ、ポップコーンすればだけど、ファントム。写真でファントム。妖怪もいんのか。まだ産地80以下になってないかな。無線鳴らしまくってみて、特殊ハント。電子レンジかなんか。ポップコーンしないかな。それやってくれれば一発なんですけどね。ガッチャ。どうだ、ガッチャ。で、三消し目してくんないっすね。なかなか。音量なしだね。ファントム、メア、妖怪。メアか。メアはちょっと、ある。ファントムないっすね。ちょっとメアもうまあやや薄いのかな。即消ししないかなと思ってやってるけど、まあ、やらないんですよね。
やらないな。ここにいるんでね、干渉範囲だと思うんですけど、この辺のスイッチ即消しやってこないメアじゃないんじゃないか。一旦除外でいくか。ポルターロード作っておくか。割られる。びっくりしたね、今。あれかと思った。ハントかと思ったわ。ちょっと怖いな。二連続ポルターは嫌やな。個人的に一番苦手なゴーストなんですよね、ポルターが。なぜかはわからないけど、相性すげえ悪い。ちょっとここが暗くなって見づらいのめっちゃ困るわ。あそこ暗くなって見づらいのめっちゃ困るんで、懐中電灯と、これで照らしとこう。これでかなり見れると。一回半島を見る方針決めよう。モーロイだったら多分もうね来てるんですよね、半島ね。さ、かなり産地下がってると思うんで、モーロイ薄めかな。スピリット、ポルタ、妖怪、ツインズ、モールイ、デオ編。この辺ですよね、きっとね。ちなみに呪いのアイテムは、もう半島起こしてみてもいいフェーズではありますね。あ、そうか、鏡か、また。まあ、一回ここで見ましょう。で、ロッカー開いてない。この辺隠れるとこマジでね。あ、こっちが行けんのか。ここか。物投げしたけど、複数って感じではないな。まあ、一回ここで、物投げ、とか見つつ、すげえ消すやん。音量はないですよ。あ、足音を聞くと。十字架外そう。ちょっとそこ消さないでほしいんだって。いや、消すなって。音量じゃねえんだから。そろそろハントラインじゃないかっていう気はしてるよね。ここ多分見れると思うんだよな。あ、来た。バレんのかい。あ、飛んでる。割と飛んでたか。ちょ、もう一回見たいな。割と飛んでたか。
この家の物飛び難しくない？見るの。うるさいよこれ。ちょっと遅かったような気もするしな。あ、モーロイはないですね。あ、底辺もない。どこ隠れるかな。ここダメか。隠れるうちに入るか、これ。こう行って、こう行って、閉めて。いや、飛んでない、飛んでない、飛んでないわ。あ、ツインズ。ツインズだ。ん？いや、わからん。今じゃわからんな。死に加速入ってたもんね。あ、ポルはないね。ポルはなくなった。うるせえ。ポルはなくなった。なんでそんな追っかけてくる？やめてくださいよ。じゃ、もう一回ここ隠れて、もう一回。今で40秒ぐらい、多分。そういえばさっき時間かかってなかったんでね。今1分としますか。まあ、3分は経ってなかったと思うな。スピードないんじゃないか。ツインズ。だと思ってる。次出だしで90か110だなと思えば決定でいいかな。違った場合妖怪か迷惑かってことになるのかな。あ、もう1分半でしょう。え？うるせえ。あれ？スピリットなのかな？ちょっとちゃんと時間かかってなかったですね。あ、いや。うん。うんうんうん。早い早い。ツインズかモーロイ。多分ツインズ。産地ゼロにしよう。もうゼロかもしんないけど。鏡割って、足音どうかで。あ、ゼロだ。やべ。あ、大丈夫。今、電子機器スケッパーだった。ツインズで大丈夫そうですね。産地ゼロで、モールでやったらもっと早いんで。早く終われ。
よし。ほな、ツインズで。ちょっとリソース、使わされるなぁ、ここ。はい、ツインズね。はい、じゃあ、テンリッチ。ビュー、コート。スピーディーに行きたいから。今の男結構時間かかっちゃったから。灯火、小気道、モーションセンサー。いろいろね、頑張りたいことはあるけど、やっぱり特定とキャラコンと、まあ、細かい部分がやっぱり極めていきたい。お、ドサッつったぞ。どっかで物飛んだな。とりあえずブレーカー。あ、火消された。隠れれる感じ。この辺なんだろう。ここではない。バスルームでもない。ピアノ部屋、ガレージ、ガレージじゃない、ピアノ部屋か。ここ下がっていく。あ、でも止まるな。ゴーストがいるだけか。じゃあ、ダイニング。ダイニングっぽいな。ダイニングっぽい。あ、ここに皿落ちてる。ほな、本当にダイニングなのか？ここの可能性あるか？ないな。キッチンでもない。まあダイニングだろう。今、一消しされてるので、ライターと十字架とカメ、ビデオカメラ。なんか、ちょっと今怪しい干渉したな。バタンって言ったけど。あ、でもどこ、あ、ここ扉閉まってるな。幽霊か？幽霊かもしんないっすね。オーブはないかな？なんかオーブはないような。ちょっと明るいんですけど。幽霊だとしたら、ドッツオーブ氷点下だよね。EMF、確認用に EMF を持ちたい。さっきのバタンって言って、車庫が閉まってたのがガチャガチャかだったのかどうかですね。ちょっとなんとも言えないところですね。情報も置いて、ちょっと幽霊疑ってる感じですね。幽霊だと証拠どっつあるんだよな、めんどくせえ。スピーボー2消し。
これ2消しね。全部持ってきてからにしよう。なかなかね、締め切るところまで、普通のゴーストの干渉だといかない気がするけど、まあ、締める側の干渉でゆっくり締まってって、まあ、締まりきるってことも十分あり得るか。ちょっとね、なんとも言えないとこですね。まあ、紫外線はない。これ、3か。お、これかな。あ、違う。何を飛ばしたんだ。あ、ドツドツ。肉眼ドツでしたね。やっぱり幽霊じゃないかな。音量はなくなったわけですね。ドツなんで。デオ変なしの、5両なし、レイスなし。ファントムらしい幽霊を過言に。まあ、幽霊っぽい。ガチャガチャ聞きたいな。まあ、5両と違って、他のドッツ証拠のゴーストは、比較的映るんで、写真撮って、ファントムチェックもしたいかな。ファントムなし。まあ、幽霊だろうな。さっきのガチャンがあるから。まあ、一応バンシーチェックとかもしますか。あといるのは、鬼、妖怪、雷、受精衣。どっかでね、ガチャガチャ聞けるかもしれないし。ちなみにミッションは、正気度25%があんのね。またパターンつったぞ。ちょっと待った。EMF、EMF。あー、2個。これは幽霊だな。ガチャガチャは聞こえなかったけど、今 EMF2 個同時だったので、かなり幽霊。ライターは？あ、もう燃え。早いな。あれ、ライターどこ行ったんや。探すぐらいだったら、持ってきた方がいいか。で、正気度25%以下にしなきゃいけないですね。まあ、ゴーストは幽霊でいいと思うんですけど、確信がもうあるんですけど、もう一燃えみたい。あ、OKOK。暗いよ。カメラカメラ。OK。骨って取ったんだっけ？隠れるとこないかな。ダメだね。
ダメ。あら、ちょっと厳しいぞ。ここか。ハントかな。え、こんなとこまで干渉来る。 25% になったやん。え、バンシーあんのかな。え、これでバンシーだったらかなり寒いことになるんだけど。いや、そんなに幽霊の特殊能力で産地下げられてないのであればそんなに下がってないはずだぞ。そこまで激しく下げられるほど干渉されてない、通常であればね。幽霊の見えない干渉だ、見えないっていうかサイレント産地下げを食らってないんだったらそんな半島 25% 以下になってないやろっていうのがあるよね。回復して念のためバンシーチェックするか。これでまたしばらく大丈夫なんで、ちょ、隠れてバンシーチェックしよう。マイク持ってこないと。まあ幽霊だと思うんですけどね。パターンが3回ぐらい耳で聞こえてて、まあそれがガチャガチャだったかどうか、ガチャガチャだったかどうかはともかく、EMF で2個同時に消えてることは確認できてる。これでバンシーだと詐欺？あまりにも幽霊っぽすぎるバンシーよ。さっきなんかこの辺でやたら、これ今ガチャガチャだろ。あ、バタンだもん。はい、オッケー。幽霊です。ハント回避いらなかったね。ガガッチャ、バタンだったね。バンシーないです。幽霊です。骨って拾ったか？拾ってねえ。骨探してこよう。パーフェクトが取れるなら取るよ。骨どこ？骨。せっかくね、全部できてるんで。どこやん骨。結構やったよな、今回。あ、あった。幽霊なんてガチャガチャ、せいぜい1、2回やってくれればいい方って感じするけど、今回多分3、4回やってると思うな。よし、これでパーフェクトだろう。4回、
確認してるだけでこれがガチャガチャじゃないかっていうのが、2回あって、1回はこれ確実だなって思ったから、最低3回はあって、幽霊ですね。あれ？パーフェクトじゃない。なんか足んなかったか？写真が星2になってたか？特殊能力何回だ？あ、3回やってますね。オッケー。幽霊でした。ジャクラフトン。よし。連続特定3回。また雨か。浄化口、ハント回避浄化口、全部浄化口。タロットなし。足が遅い。あ、鏡ね。お、消された。うわ、ここじゃねえのか。上か。ちょっと産地ロスが。隠れられないのね。ルームは。リビングかなと思ったらここか。ここで干渉されたかな。ここですね。今一消しな。オーブはないか。ハーですか。多分白ハーだと思う。鬼はないのかな。うん、オーブもない。白息出るね。氷点下かと思ったけど、そうでもないか。もうこれは持ってった方がいいだろう。まあ75前後にはなってると思うんで、誠意ならハント来てもおかしくないんですよね。またガチャっつった。今2消しか。こっちでガチャっつったの。
よし。モーションセンサスマッチしよう。いや、どっちも1個あってもよかったな。ファントムなし。あと歌ったな、シェードなし。どの程度この部屋にいるのかな。これルーム変わってる可能性ありますね。こっちになったかもしれんな。変わってそうだな。微妙。でも、ゴーストがいるだけかもわからん。いや、上がってる。こっちになってるな。塩無駄になっちゃった。仕掛け直しだ。ルーム変わったんだとしたら、まあ、ゴーレオとか消していいのかなっていう気もするけど、まあ、オーブは、やはりない。まあ、ドッツは全然ある。ん？ブレーカーか。これでジンはないね。ちょっと音量チェック途中ですが、もう一個と積もってきたいので一回戻ろう。奥の方にいる可能性もあるんで、モーションセンサーももう一つ。あそこのね、キッチンやったら、キッチンじゃないや、リビングか。リビングやったら広いからね、結構奥の方に引きこもりがち。ゴースト。まあ、塩もできれば持ってきたかったけど、持ってくるか。
今んとこ塩は踏んでないんだよな。見えんわ。どこおる？スピボしなきゃだった。全然反応しないよ。こんだけ広くて氷点下だったりするか。え、ルーム変わっとるやん。今度こっちになってる？もう飛んでるね。なんなんこいつ。めちゃめちゃルーム変えるやん。うざいの。ガチャしたからね。うお、急げ、走れ。あれ、また幽霊じゃねこれ。また幽霊やぞ。あ、違うか。いや今ちょっといまいち微妙だった。ああスピリットボックス。あ、じゃあ幽霊じゃないね。うん、十字架三消し目してもらわないと。スピリットボックスか、苦手だね。得意っていうものは特にないんですが。レイスいる。あ、塩全然不満よな、こいつな。レイスはあるかなって思ってる。反応してんのに。はよ、これ消せよ。塩不満ゴーストはパーフェクト難しいぞ。まあ、無理に取りに行くこともないんやけど、ミッションさえやれば。まあ、全部ハント関係でいけるか。レイス臭いなぁ。全く塩に反応がないですから。ハントで一回かここぐるぐるすれば、わかるか。どうすっかな。骨探そうかなと思ったけど、見ちゃうか。鏡見て、ハント越して、十字架ミッションもないから。足、速いやつも、まあ、両辺、もろいぐらいしかいないし、バンシーないし。ポル？ポルはここぐるぐるするからわかるだろう。よし。やっちゃおう。妖怪ってある？妖怪あるな。妖怪あるか。
潮踏むとこ確実に見たいからね。まだ塩あったか。いや、ないな。使い切っちゃったな。それ燃えんのかい。ルームここだろ。ルームにいろよ。あ、踏んでる塩。うわー、マジで今踏むん。それやと話変わってくるんだが。うわ、しかもブレーカー落としやがったこいつ。勘弁して。これ、ハントだよね。めっちゃ足速い感じする。なんだ、なんか足音変だったぞ。雨のせいかもしんないけど、なんかすげえ下にいるとき早く聞こえたけど、登ってくる感じは普通だった。どういうこと？どういうことや。こんなところに骨が。お前を探していたんだ俺は。まあ、デオではないね。レースない。普通か。普通だ。全然近くに来ない。妖怪チェックしたいのに。あー、もうちょっとだったのに。あと写真何枚？ 5 枚か。5枚はちょいきついな。え、なんかおかしいよ。明らかにあっちでバタバタ言ってなかった？なんか雷獣みたいな足音なんだよな。ミミックなんじゃない？これ。なんかミミックな気がする。スピボで雷獣ないからね。雨のせいで全然聞こえないんだよな。
マジか。ちょっと今ハント来たらやばい。なんかミミックな気がしてるんだけど、どんなもんでしょうねこれ。あーダメか。ちょっともう一回。でもなオーブ見えないんだよなミミックの。ほら、明らかにハントゥーとか、雷獣系の足音だよ、これ。わからん。モーロイなのかな？でもさっき上来た時普通だったんだよな。あと2個なんだけど、欲張ったら危ないか。どこだよ、撒いた塩。ないんだけど。これか。この辺もか。とりあえずこれで揃ったか。ちょっとちゃんと足音聞きたいかも。ここ行けっかな。電気つけとかないと。でもおもろいだ。今ハント来たら終わるだろこれ。普通だよ。聞こえなくなったし、なんかおかしい。なんかおかしい。やっぱりミミックか。なんかこんなこと今までなかった。あー、カメラがない。どこ捨てたカメラ。あれか。困った。どうしよう。オーブ見れれば解決なんだが。なんでオーブないの？マジで。ほら、めっちゃ早い。はぁ？ギーギーギーって言ってる。
そんなやつこの中にいないよ。やっぱりミミックだろ。ルーム変わってっか、ひょっとして。ルーム変わってて、変わってるわ。玄関がルームになってるか。玄関でオーブン入れれば解決。見れない。なんで？ドッタ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 だよ。明らか早いんだよな。部屋もコロコロ変わるから、どこでオーブン入れるのって話だし。あった、やっぱりあったわ。ミミックだ。危ねえ。オッケー。なんか変だったもん、ずっと。危ねえ、マジで。33333333333、ミミック、ミッション OK。 危ねえ。早くなったり遅くなったりしてたもんな、ミミック。厄介だねー。こんなにオーブ見っけらんないか、ミミックの。違和感がすごかった。十字架浄化口、小気度25%。さあ、実家ですね。気楽に行こう。ここならもう、何が来ても、怖いことなんて何もないはずだ。デーモンぐらい。デーモンはさすがにちょっと。とか言ってっとフラグ立つかな。やめとこう。呪いのアイテムないですね。骨はないかな。猿か。猿ねー、あんま面白くないんだよな。この感じ地下っぽいな。ブレーカー地下も嫌だけど、ゴーストルーム地下はもっと嫌だ。あ、ここか。いいですね。ここはいいよ。地下に行くよりよっぽどいい。あそこに隠れ場所がある。骨探そう。ここまで？ポルター。エッジフィールドは誰だったんだっけ？忘れたな。マジで忘れた。リッチビューが幽霊だったのを覚えてる。で、グラフトンがミミックで、結構バラエティがあっていいですからね。エッジ誰だったかな。ポルターかん、おう、ポルターかなとか言ってて、ポルターじゃなかったことは覚えてるんだけど。オーブはない。一旦ね。
位置消ししている。氷点下とかない。エチルとは紫外線だったんだよね。誰だったんだっけ。あ、紫外線じゃなかった。あ、ドッツだったのか。いや、違うな。忘れた。もういいや。後で見直せばわかるだろう。これまだいい。良さそうですね。電気消えてろ。エッジフィールドあんなに手こずったんだけどな。忘れたな。さすがにそろそろスマッチか。で、音量チェックして、それから塩とか持ってきて、やっていくか。あれ？これは日系締めか。またスピボや。なんかスピボーよく出るね。じゃあ塩。ポルターもいるんだっけ。いるな。ファントムに分かんない。レイス、ファントム。まあ、メアチェックもやるか。まあ、音量チェックと。バンシーいないよね。バンシーいない。デオ編とかはね、分かっていれば、デオ編だろうって予想がついてるとか、デオ編もあるぞって、ちゃんと意識してればそんなに怖くないんだけど、そうやってないと死ぬからね。ああ、間違えた。置いてこないと。あ、塩踏んでる。オッケーオッケー。先に星さん10枚にしちゃいたいな。で、これで3消し目でしょう。ワンチャンデオ編聞けたりしないかな。部屋から出ないっすね、こいつ。ここ全然踏まない。ん？何飛ばした？
これ合ってるよな。あと2枚取りたい。え、レイスはなくなってる。あ、塩踏んでる。オッケー。音量もないんじゃないか。塩さ、あ、塩じゃねえや、骨探すか。骨なーい、骨。取ってないよな。取ってないと思うぞ。うん、取ってたら取ってるはず。ないですね。あれ？あれ？骨ないよ。変だな。ん？おかしいな。こんな時ウィジャ版なら骨の位置が聞けるのに。まあ、これでポルター見れるか。まあ、骨は最悪いいか。文字でないな。なんか悔しいな。で、頂上とか起こしてくんないからファントムで、写真も、で、ファントムチェックもできないし。あー、メアーね。メアーはやっとくべきだな。ないんじゃないかって気がしますけど、今のとこメアっぽさはない。まあ、デブ編も薄いのかな。1メートル以内にいるときに、なんか3分の1は、まあ、ないんだろう。モーロイだったらもう呪われてハントラインじゃないかっていう気がしてる。なので、まあ、特徴がない奴らなんだろうな。ミミックはま、ないでしょう。一回半と聞いて、で、10時間もあんのか。はーい、まあ。でも姿は見えてなかったかな。こんなとこに来る？あ、ファントムなのか。ファントムはある気がしてきたな。
この中でついてくるやつ、つったらファントムなんだよね。まあ、レイスもついてくるけど、レイスはもう塩で否定されてるんで。玄関にも十字架は置いとくか。あと、ここやって、ファームハウスもう一個と、キャンプだからね。まだ結構先は長いんよね。ありそうなのはファントムかなっていう気はしてる。デオヘンモーロイはまずないだろうなっていう気はしてる。ハントが来ない。いや、変わってないよね。変わってないね。おい、ふざけんの。あー、カメラ。カメラが欲しい。おー、いけた。まだいたわ。ファントムなし。映ってますね。骨が拾えればパーフェクトなんだけどな。骨が見つかんないんだよ。やっぱりモーロイはないだろうな。ファントムでもなかったとなるとツイとかか。まあ、今回はメアーだとしても消去法でいきますね。妖怪チェックだけちょっとめんどくさいけど、それも否定できればメアーなんで、全然ほんと来ないけど。あ、褒めた褒めた。なんでここでドア閉まってる。産地最大まで下げておきたいね。スピリットチェックがあるから。意外と近い。まあ、ポルはない。全然ない。ありえない。あ、来るな。うん。妖怪なし。今10秒。速さも普通だったと思います。今30秒。
ポールなし、妖怪なし、エンデオヘンなし、まあ、スピメア、ツインズか。まあ、ツインズも多分ない。1分経ちました。まあ、3分前にハント来たら、まあ、メアかな。なんかスピリットじゃないかなっていう気はしてるね。逃げれるだろうから改めてちょっと骨を探したい気持ちはあるけど。危ないか。一つのことに集中した方がいいか。一分半です。今来たら迷惑ツインズだよね。来ないですね。2分です。放り込んどっか。いや、骨ないな。やっぱりスピだな、これ。2分半。あ、骨あった。はい、もう恐れるものは何もない。ミッション全部終わった？25倍かなってないか。あと5秒で3分。3分です。まあね、小規模がゼロになってないんで、気まぐれの可能性はまあ、あるんだけど。まあ、スピだろうな、燃えたね。掘り込みまくった。ほら。ここで。うるさ。25%なったんじゃん。よし。スピで帰るか。もう一回一応検証するか。ここにいんのか。それはまずいわ。それはまずいわ。全く見えんし。危なかった。開始直後に当てたとして、今30秒としよう。ちょっと怖いからやっぱり、十字架は玄関に置こう。マジで危なかったかな、今ね。今で1分ぐらいでしょう。多分あと2分半と来ないんで、タバコでも吸ってようかな。だいたい1分半ですね。
スピでいいんじゃないかな。なんでここで始まったんだろうな。まあ、頂上で、向こうから頂上でワープしてきて、その直後に半島だから。だいたい1分50秒じゃないや、今で2分半ぐらいになりますね。あと20秒ぐらいで次のハントが来るんじゃないだろうかって起こせるようになる。メアをね、完全に否定することはできないんですが、ハントできる時間です。ルーム変わってるかもしれない。ガレージで音がしてる。全然ハント来ないな。気まぐれか。あんまり気まぐれられると。来た。いや、普通にあっちから始まってるか。ツインズの速さでもないですよね。うん、スピリットでいいでしょう。もう一回3分測るのは、さすがに時間の無駄だ。スピリットにします。骨も拾った。3つ終わった。スピリット。写真は全部星さん。OK だね。OK。よし、あと2つ。ファームハウス。ファームハウス行ってキャンプ行って。全部ちゃんと特定して終わりたい。灯火モーションセンサー十字架。ここは割と嫌いじゃないな。ちょうどいい広さなんだよね。外につながるドアが多いから、幽霊のガチャガチャで、幽霊だった時にちょっとわかりやすいっていう。屋根裏か。ブレーカーが屋根裏だった時だけめんどくせえな。左廊下の横の部屋からドスドドドドドって物の音が聞こえた気がする。
ここかトイレか。アイテムない。ここじゃないかな。気のせいか。気のせいか。骨か。お。あ、ここ物飛んでますね。火も消された。白い木。裏から入りたい気持ちはあるんだけど、仮にデーモンとかで特殊ハント来たら死ぬんで、保険としてこっちから入ろう。十字架置いちゃえばね。ルームはここでいいでしょう。飛んでる。一旦オーブか。ハントゥーなし、化けなし。ミミックチェックはします。スピボと紫外線ね。さっき窓コンしてたけどな。まあ、さすがに残ってないか。これ3消し目ですかね。喋ったらミミックなんですけど、さすがにないな。オーブは変わらず飛んでますね。部屋付きオーブなら、まあ、ミミックじゃないんじゃないかっていう。じゃあバンシーチェック、目合いんのか。音量チェック、これ3回目だよな。まあ、消すまで待つか。
ち消してるな。あ、消してない。俺が消したんや。これ3消し目ですよね。音量はない。じゃあまあ目安も薄いのかな。わかんないけどね。全然わかんないです。バンシー、幽霊、妖怪、幽霊もいるんだよな。幽霊チェック、まずさっきバンシーチェックかな。まあ、一旦ここで。正直ね、バンシーならもう来てると思う。もうないんじゃないかな。一応もう一回聞きますか。今回も十字架あるのね。まあ、結局幽霊妖怪メアを消さなきゃいけないか。雷獣とか聖衣とかレブだったら分かりやすいけどね。うん、バンシーはなしでいいでしょう。雷獣チェック用にここに電源入れておいておいて、幽霊チェック用のモーションセンサーここと、あれ、置いてきちゃった。ガッチャ。あれ？あ、そっか。モーションセンサーは、塩モーションセンサーマイクを持ってきてたんだ。これ、これ、これかな。そっちにいるのね。スピボない。
あ、踏んだのに足音しない。それだと紫外線のあるなしがな、ちゃんとは見れないんだな。あと1枚欲しい。これ消してくれ。暗視はなしとして、ルームは変わってないか。変わってない。ポルターないから、まあ、楽だね。メアチェックをしつつ、これは自分で切りました。今カチってなんかメアもなさそうだね。10回ぐらいやればね、1回ぐらいは即消ししてくれるイメージがある。いくら低確率とはいえ。幽霊のガチャガチャやってる気配も今んとこないしな。ないっすね。まあミミックもないんだろうな。灯火消してくんねえか。いや、窓コンしたな。うん。紫外線なし、スピボなし、氷点下もなし。まあ、やはりミミックはないんだろう。オーブは変わらずこの部屋。オッケー。じゃあ、半年して、まあ、メアも多分ないだろうと見てるんで、幽霊妖怪、めんどくさいのは幽霊妖怪の2タップになった場合だね。他は自然とわかるでしょう。ここでいけるかな。うん。一回燃えるかな。結構ガチャガチャしてる感じもある。もうハントラインだけどね。燃えた。ん？これはブレーカー落とされたか？このタイミングでのブレーカー落としはうざいぞ。
終わったかな。あ、終わってる。足音は普通に聞こえたな。すごい遠かったので動画に載ってるかどうかわかんないけど、レブはないっす。誠意も多分ないでしょう。雷獣はちょっとわかんないや。一回でもう一回聞きたい。ランタンとか置いとこうか。え？うざいの。そんなこっち側に来たの？そんなメアっぽい行動する？あ、また。いや、違うな。これはゴーストが電気つけたことによってブレーカーが落ちた感じだな。あ、違うか。あれだ。上が消えてるのは十字架が一回燃えてるからだ。あぶねえ。勘違いしてメアを消すとこだった。いや、ちょっと。エントランス割られてんのちょっと痛いな。ここで妖怪チェックしたいんだけど。見られたくないわけ。あっちに行くかどうかだね。行かなかったな。あっちの部屋に行かないで一直線に階段登ってったぞ。妖怪か？雷獣はなくなった。来んなよ。なんかちょっと妖怪臭い動きですね。もう一回やってみましょうか。マッチも一本欲しいな。やるなら事故が怖い。マジ。あ、来ちゃった。
戻ってくるかな。戻ってこないわ。いや、来てるか。見えねえ見えねえ。やっべ、耐えちゃった。あまりの見えなさにビビって耐えてしまった。ちょっと微妙だった、今、妖怪かどうか。幽霊否定してほしい。モーションセンサー鳴ってくれ。鳴らない？ならない？もうそろ90秒だろう。幽霊なのか？幽霊ならガチャガチャ聞きたいけどな。あー、まだこれ3本あるか。乗らないっすね。ガチャガチャ聞きたいとして、やばい、これ沼るな。どうしよう。ハントなしでこことか閉めてくれると最高なんですけどね。干渉で。こんなとこにカカシある、怖っ。ここでもいいけど。あー、思考狭いか、あそこか。どうしようかな。ガチャガチャを聞くことを目指してみるか。見られたか？一回幽霊チェックします。てか、これルーム変わってんじゃないか。ここで始まったぞ。絶対これルーム変わってるだろう。だとしたらもう、そうだろう。うん、間違いなく変わってる。だとしたらさっきの幽霊チェックは意味をなさん。いや、妖怪っぽかったからね。もう一回幽霊チェック。スマッチ当てた時の反応じゃないや、無線鳴らした時の反応は妖怪っぽかったんよ。ここでやるか。あ、できないか。これ埋まってる？埋まってるな。妖怪チェックできそうなとこ。
これ見られるかな。正面来たらやばい。あ、上行ったか。いや、妖怪チェックできそうなとこないかな。まあ、ここか。キッチンか、やっぱ。キッチングルグル。もうね、スマッチラス1だからね。いやー、沼だな。目合わないだろうと思ってるけど、幽霊か妖怪かがわからない。嘘。頂上で速反は勘弁してくれ。ここで妖怪チェックだ。おい、ふざけんな。勘弁してくれ、マジで。暗いとまずいよ。何気に玄関消されたのが響いてる。妖怪か、やっぱり。もう一回降りてこい。降りてきそう。来ないか。もう一回、もう一回だけやらせてください。線距離どんなもん。4メートルぐらいだ。9メートルは絶対ないだろ。ここで呼んで来なかったら妖怪よ。そのランタン消すな。ちょ、これ玄関になってないか、ルーム。今度これ玄関になってるだろう。うるせえ。
やっぱり来ない。玄関で湧いてるのに、ここでザーし、開幕ザーしてて来ない。妖怪で帰ろう。一応もう一回こっちも読んでみる。全然来ないよね。よし、さすがに確信。でもドキドキするんだけどね、本当に合ってるかどうか。了解、頼むぞ。よし、了解。よし、6連続特定だ。じゃあ最後キャンプで。雨や雪はやめてください。いや、雨はまだいいか、雪やめてほしい。雪じゃないっぽい。いいよ。写真 EMF 十字架。写真か。暗いの。まあ、雪じゃない天気だったらね、普通の家と同じようにルーム特定すれば。ここ下がってるな。ああ、ここでいいかな。ゴーストの写真か。猿なし。オルゴールか。ちょっと微妙か。5度以下にならんな。テント内ではない。ベンチの方はこっちかもしんないな。ここっぽいな。ぐんぐん下がる。条件は悪くないですね、キャンプにしては。まず雪が降ってない、雨も降ってない。あっさりルームが分かった。オーブは、まあ、飛んでない。氷点下ってわけではない。キャンプのポイントは、まあ、オープンスペースなのでゴーストが結構行動範囲が広くなるっていうところかなって思うんですよね。今ラバーズベンチのあの端の方がルームだったとしても平気でこの辺とかまで歩いてくるんで、干渉も広い範囲で起きるし、それがよりね、ルームとかの特定を困難にしてるよね。
平気で十字架の外側からハント起こしてきたりもするし。ミッションが写真、写真があるか、しんどいな。消してないな。コースいるのか。ちょっとわかんない。ルームは合ってるよね。ルームというかまあ、ルームではない。スペースだもん。スピボやるときとかも、モーションセンサーでそこにゴーストいるってことを確認して、やらないと確実にならないというか、その辺が難しいですよね。え、マジで消してないんだが、どういうこと？ゴーストさん、どこにいますか？踏んだでしょ。あ、紫外線。ルームあっちなのに平気でこんなとこも塩踏むんね。で、紫外線。ハント5両なし。めちゃめちゃ足跡。いいね、美味しい。写真は十分だろ、これで。あ、だけど、ゴーストの写真があるのか。めんどくさ。ライターは持ってきてなかったっけ？あったあった。紫外線だからもうこれはいらない。一応ね、ミミックのオーブ。まあ、ない、かな。いろいろいるな。よし。止めなし。ジン、バンシー、ポルター、デモン、マイリング、バケギツネ。バンシーチェックか。さすがにバンシーチェックここか。さすがにここまで来たら、みたいなところあるかな？周りの音がうるさいんで、マイニングチェックは難しいですね、ちょっと。
フォルチェック。最悪マイリングは消去法か。ま、おっと。こんなところで頂上してくる？何これ？あ、何？出れねえ。ちょっとバンシー臭さある？え、白い息出てる？うわ、バンシクセ。ちょっと違うとこで待ってみますか。ここでやってみますか。繊維、ワンシーだったら専用ボイス聞きたいですね。専用ボイスで確定させて、綺麗に帰りたいかな。さっきあっちで白い息出てたのがルームチェンジなのか、バンシーが追っかけてきたことで温度下がったのか。あ、来た。バンシーだな、これ。お前バンシーだろ。叫べよ。おいおいおい。電気消してんじゃねえ。骨って見っけた？叫び聞きますよ。あ、めっちゃ来てるもん。バンシーだろ、これ。マジ。え、え、え。スマッチ耐えちゃったよ、ハントかと思って。さすがにね。さすがにまだ早いよな。そうだよな。ビビった。ちょっと確定ボイス聞くまで頑張りたい。ほぼほぼバンシーだろうという気はしてるけれども。バンシーってこんな感じでさ、出張で頂上を起こしてくるから嫌だよね。で、それでこう、こっちの産地削って、ハントラインまで持っていくっていう、いやらしさ。さすがにここに、三度、来て、モーションセンサーに反応するようなら確実バンシーでしょ。あー、来た。てか、ボイス拾えないな。叫びが来ないな。通常3分の1だからな。また近くにいますね。あ、来た来た。じゃーん。ほら、絶対ギャーって言うから。ボイス聞くまで粘ってたら絶対ギャーって言うよ。ギャー聞いて、
骨探して帰ろう。めっちゃ周りうろうろしてやる。外すな、三分の一。バンシーだと思うけどね。ちょっと、トイレとかにも行ってみるか。場所変えながら、バンシーチェックを。絶対間違いないけどね。ほら、もう来た。はいや。はいはいはい。はいはいはい、確定聞けましたんで、確定聞けましたんで骨を見つけて帰ろうと思いますが、まあ、10時間もあと燃やしてもらって、まあ、やはりバンシーやったな。確定ボイス、今みたいに、あからさまに、どう、お前、それは、えぐすぎだろ。その脅かしはえぐい。ストーキングあからさまの時は、粘らなくてもいいとは思うんですけどね。自分は結構バンシーとかは確定聞くまで安心できないとこある。五稜とかもカメラドッツ、肉眼ドッツの差を確認しないと五稜ですねで納得して帰れない。骨ないな。取ってないよね。取った覚えはないぞ。あ、あった。よし、じゃああとは、ハント起こしてもらって、帰るか。オルゴールでいいな。十字架、ティアさんだから。ティアさん十字架消えたぞ。どこ行った?あれ?虚空に消えたんだが。え、マジで消えた。確実にやるにはここに十字架置く、ここにオルゴール置く。相手はバンシーやから
これで近くに来るの待つ。近くに来たらオルゴール鳴らす。で、実体化をこの十字架で防いで終わりや。さあ、こういうバンシー。わかってるんだ、お前がバンシーなことは。よし。よし、帰ろ。さようなら。怖えよ、バンシー。圧が半端ねえよ。チェックちゃんとすればね、特定自体はそんなに難しいゴーストではないんだけど、まあ、くっついて移動されてるっていうことと、それで頂上越して産地下げられるっていうのが怖い。ああ、やっぱりバンシーってルーム変えないんだね。ずっとあのラバーズベンチがじゃあゴーストルームではあったんだ。ずっとついてきてるから、あの辺にいるイメージ全然なかったけど。というわけで。一応7連続特定できましたかね。タングレッジ、3、4、5、6、7。まあ、それぞれどのゴーストだったかはもうちょっと覚えてないですけど。ここが妖怪だったな。スピロ、妖怪スピ。まあいいや、忘れた。まあいろいろ見れたんで良かったんじゃないでしょうか。多分全部違うゴーストだったと思うんで。ミミックとかもいたしね。ここがミミックだったのかな。はい、じゃあ。お疲れ様でした。もし見てくれた方がいるんだったら、ご視聴ありがとうございました。では、さようなら。